6連続、1日空いて2連続と吉日ラッシュがやってきます。運気の方もゴールデンウィークですね。運が開催する金融上昇チャンネルの高見です。高見と一緒にサッカー観戦をしませんか？ということで、初のオフ会イベントを開催します。5月29日のリアルソシエダと東京ヴェルディの試合にて、今回高見シートをご用意しました。5月1日までの応募となっています。興味がある方は概要欄からチェックしてみてくださいね。さて、ゴールデンウィークが始まりましたね。今年は最大10連休となるようで、お休みがたっぷりある方もいらっしゃるようです。吉日もゴールデンウィークに足並みを揃えるように、6連続、1日空いて2連続と吉日ラッシュがやってきます。運気の方もゴールデンウィークですね。ダラダラっと紹介しますと、4月30日に60日一度の吉日、木の稲の日、物事が万倍に拡大するスタートの吉日、一粒万倍日が重なり、ダブル大吉日。5月1日は1年に一度の金運と健康運の吉日、88夜。2日は金運将来日の虎の日、3日が一粒万倍日、4日が金運上昇運成功運の辰の日、5日は60日に一度の財運パワーが2倍となる土の富の日に、丹後の節句と五のゾロ目が重なるトリプル大吉日、1日空いて7日に金運の差を大きくする麒麟日、8日に願いを叶える新月と豪華な吉日が並びます。暖かくなって夏が近づいてきましたが、夏のフェスみたいな豪華な吉日が揃っていますね。今日はそのトップバッターで、スタートのダブル大吉日でもある30日の木の稲の日と一粒万倍日の運気と金運を高める過ごし方についてお伝えをしていきたいと思います。まずはじめに龍神様の座り、場を清める T 社の音から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。まず、木の稲の日はどんな日なのかを簡単に紹介しますね。木の稲は六十間詩の中で一番目に当たるトップバッターです。木の稲も十間詩で一番目、根も十二詩で一番目と二重でトップバッターですから、六十間詩の中で一番スタート運が強いんですね。そんな木の稲の年や木の稲の日に新しいことを始めるのは縁起がいい日で、木の稲の日に始めたことは、いい流れを持ちながら長く続いていく日と言われています。高め安定の運気で継続していく日ですから、新しいことのスタートにはとても縁起がいいんですね。継続運もあるので、三日坊主でなかなか始めたことが続けられないという方にもおすすめの日なんです。そして、木の稲の日は商売繁盛、金運上昇の大黒天様のご縁日ですので、金運にもとても関係がある日なんです。金運を大きくするスタートの日にするのもぴったりの日なんです。さらに今回は一粒万倍日が重なりますので、スタートしたことが万倍に拡大しく、パワーも重なり、絶好のスタート日和です。それだけでもすごいんですが、通所でもスタートの吉日が入り、前歴では不思議なことや気寄せが起こりやすい、強運の黒金の日も重なりますので、信じられないような展開を迎えていくということもたくさん起こると思います。何かスタートしたいことがある方には絶好の吉日ですね。また吉日ラッシュの初日ですから、金運アクションをすることでいい流れで金運を拡大し継続していく始まりとなる日です。金運を上げることにも向いている吉日なんですね。ではどんな風に過ごすことでこのいい運気の流れに乗り金運を高めていくのかというと、一つ目は浄化です。30日は通所で浄化が大吉となるアクションとなります。ですので浄化自体が吉を貯める過ごし方なんです。それに加えて何事も始めが肝心ですから、スタートの日の運気はとても大事なんです。30日の運気はとてもいいですので、この運気を最高の状態で過ごすために浄化をして、悪い運気を呼ぶ邪気や厄を一掃していくことで
いい運気だけでスムーズに流れていくようになります。スーパーマリオで言うと、先に亀やキノコを一掃していくイメージです。ちょっとわかりにくかったらすいません。邪気って日常のいろんなところから溜まるので、日々落としておくことが大事なんですね。邪気が溜まっていると、吉日、凶日関係なく、タイミングが悪くなり、チャンスを逃したり、急な臨時出費や人間関係などのトラブルを招いたり、不運がやってくる原因になります。浄化方法はいろいろあるので、好きな方法をやっていただくといいかなと思います。お家の掃除をするのもいいですし、荒地用のお風呂で体の邪気を落としたり、森塩でお家の邪気を払ったり、荒地を少しお白湯に加えて体の内側から浄化したりするのもおすすめですし、お香を焚いたり、聖火を飾るのもいいです。また、ティンシャやカグラスなどの音の浄化もいいですね。荒地は浄化作用に加えて、金運も集めてくれるので、マイナスをゼロにして、ゼロをプラスにしていく。一度に両方できるので、そういった点でもおすすめですね。以前、荒地でお清め方法を紹介した、お清め完全版の動画がありますので、興味がある方は、ぜひチェックしてみてくださいね。僕の動画史上一番長い動画になってますので、倍速で見るのもいいですし、何回かに分けて小分けで見るのもいいと思います。荒地って使い方のバリエーションが多いので、僕もいつも持ち歩いているんですが、塩好きが高じて去年、全国のパワースポットから毎月厳選した荒地が届くという白い恵みを監修したんですが、使った方から給料が上がりました。手術がうまくいきました。臨時収入50万円が入りましたなど、お喜びの声をたくさんいただくんですが、最近いただいたお声で、白い恵みが発売された当初は売り切れでずっと買えなくて、在庫が復活した1ヶ月後くらいに初めて購入することができた方がいて、それからお家に盛塩をしたり、お風呂に入れたり、持ち歩いていたら、そのあたりから運のいいことが起こり出し、去年の会社の業績が良かったため、お給料が見直されることになったというご報告をいただきました。しかもそこからさらにまさかの2倍になり、それだけでもすごいと思っていたのに、会社の税理士さんに相談した結果、2.5 倍の金額になることが決定して、こんなことがあるのかと驚いています。本当に使い続けてよかったです。とのことで、何度かご連絡をいただいたんですが、本当に僕も発売してよかったなと思います。おめでとうございます。もちろん、ご本人の努力が一番だと思います。ただ、荒地が転機のきっかけになっていたら、とても嬉しいです。僕自身も荒地はずっと持っていましたが、パワースポットのものを選ぶようになって、そんな会社さんから連絡来る?というようなお仕事の依頼が来たりして、びっくりしています。荒地のパワーってすごいなと改めて感じています。二つ目は、氏神様の参拝です。氏神様は、住んでる土地や、住んでる人を守る一番身近な神様です。30日は参拝の大吉日に加えて、ちょっと面白い吉日なんですが、氏神様の参拝が大吉となる日なんです。いつも守ってくださる神様に感謝を伝えに行くということもおすすめのアクションです。3つ目は、大黒様の参拝です。木の稲の日は商売繁盛、金運、出世開運など、のご利益がある大黒様の吉日になります。神社によっては、祭事が行われているところもありますし、祭事は普段よりも身近に神様を感じられ、いつもより福を授かりやすい日ですから、参拝にもいいですし、神様のご縁日に参拝に行くことは、お誕生日のお祝いに行くようなイメージで神様も喜ばれます。日頃の感謝を伝えに行くのもぴったりの日なんですね。直接参拝に行くことが難しい場合は、リモート参拝もおすすめです。四つ目は、ちょっぴり贅沢をするです。この日は吉日に、ちょっぴり贅沢をすることで、金運を呼ぶ天気が入ります。ですので、いつもよりちょっぴり贅沢が金運アクションになります。いつもいつも贅沢したり、欲しいものを何でも買うというのはできないこともありますが、たまに一部分で贅沢するということは、金運にはとてもいいです。自分自身が本当に心から望むことをすることで心が現れますし、心が満たされ波動が高まります。もしかしたら
贅沢をすることに罪悪感を感じている方もいらっしゃるかもしれませんが、自分自身は本当にしたいことをする価値があるんだよと体験を通して心にメッセージを送ることで、自分には価値があると心から感じられ、セルフイメージが高まり、それに伴って金運が高まっていく過ごし方となります。本当は松のコースを食べたいけどいつもは梅にしているとか、本当はビールを飲みたいけど発泡酒にしているとか、毎日は変えられなくても一日なら叶えてあげられるということを叶えていくんですね。自分へのご褒美は悪いことではありません。自分を大切にすることでもありますし、そうした体験をすると不思議とこの生活を毎日するにはどうしたらいいんだろうかという問いが浮かび、どうやったら達成できるのかという思考になっていきます。すると今まで思いつかなかったようなアイデアが浮かぶようになり、お金があるなしなどの現状ベースではなく、どうしても叶えたいという心からの欲求として思考が働くようになります。心が望むことを体験することで心が動くようになり、できるできないではなく、どうしたらできるのかという新しい道が開けていきます。これを繰り返していくと、願いや目標に向かって潜在意識が自動的に働くようになっていきます。ちょっぴり贅沢をすることもおすすめの金アクションです。さらに今回いい流れで継続し万倍に拡大していく日ですので、強力金運アクションですね。5つ目は夢リストを書くです。今は豊かさを夢見ることでお金が巡る青い夜の期間ですので、夢リストも金運アクションになります。30日は強運の黒金も入る日ですので、予期せぬ不思議な出来事を連れてきたり、嘘みたいにバタバタと展開していき願いが叶ったり、想像よりも大きなスケールに育っていくなど不思議なことが起こりそうな巡り合わせになっています。吉日スラッシュ始まりの日となりますから、いいなと思うアクションがあったらぜひ試してみてくださいね。今日の動画になって思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。またタカミーの公式 LINE ができました。5月の金運を上げる龍の金運待ち受け画像や6つの特典をプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。